コーナー会社員代表ミスターボンバー高野明。またコーナー夜と街杉野の帝王福田慎太郎。この試合はキックボクシングルール1分30秒の2ラウンド延長ありで行われます。福田選手は前回の北海道の試合でメインを務められて、高野選手はお世話になっているビジョンズ株式会社の、イケレル若手のコーチ。またお世話になっとね。ラウンド1鈴木の帝王やっぱ強いんですか。強かった。もう空気がね、なんかね、うわっ、空気がね、やっぱオーラが、うん、もう動きからしちゃいますね。でも今夜も格闘技歴が、あーすげー、結構レベル高い。高いよ、高い。セミファイナルだね。これはレベル高いですよ。ちゃんと、いや、これラスト1分、ラスト1分、おー入っていただいて、おー鈴木の帝王強いです。いや、高野も入れてるよ。高野選手も入れてますね、高野君も。様子見ながらだけど、お互い入れてる。ラスト30秒、ラスト30秒、ラスト30秒。うまい、間合いがうまい、基本がしっかりしてるっていう感じ。ラスト15秒、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。すごいね、実力発揮。すごい試合です。あの両者とも行動権利というかね、基本がしっかりしてる人なんやなっていう。ケツきました、ケツ、うん、それはええねん。あれ、これ誰の歌ですか。これ僕の歌なんですけど、河合祐介のいっちゃいやしょうがないっていうあの名曲なんです。このこれでるな試合に河合さんの曲すいません、自分の趣味でやりまして。いや、これすごい試合ですね。めちゃくちゃ可愛いっすね。5分と5分、レベルが高いから変なパンツもらわないっていう意味でね、なかなか決着つかないっていう。結構本当にやっぱ鈴木野の手もなんか風化か、セコンダー、いや、そうなんですよ、風化かなんですよ。風化かですね。北海道から今日わざわざ札幌を守ってるって感じがします。ボーク大丈夫ですか。ラウンド2、高野君の、高野君のファンのためにもぜひ。いいパンチ入ってますからね、どっちが勝つか分かんない。2ラウンドでガードもしてる。うおレベル型が、おおすげえ、すげえ、すごいディフェンスがちゃんとガードしてる。ガードしてます。これいい試合だわ。うおお、今のちょっと痛かったんじゃないですか。いや、でも蹴りも入ってるから、蹴り入った。おっと、おお、逆にラスト1分、ラスト1分、最後ね、最後見せてほしい。すごいね、レベルが、最後打ち合ってほしいね。レベル高いっす、高い。ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。いやー、あんだけコーナーで攻められても、ガードでしっかりガードできる技術が、ね、再開します。はい。いい試合ですよ、これは。でもラスト30秒、ラスト30秒、これは結構競ってますからね。これは分かんない、延長ありますね。うわー、はい、
タミナの配分も抜群だしね。選手中央に判定です。ドロー、につき延長1ラウンドとさせていただきます。ドローです。きついね、3ラウンド目、体力が、インターバル1分間、インターバル1分間、すごい試合ですね、これは。いや素人が3ラウンドやるっていうのはもうなかなか大変ですから、体力が。いや、技術が。これ初めて上がった人だったらね、1ラウンドやるだけでもこんなきついんやなって思う。いや、河合さん、リング上がって6秒で終わったじゃないですか。そうなんですけど、そんな早かったんですか。それは忘れてください、皆さん。いや、ほんとね、1分ね、リングって大変、パンチ打つだけでもほんと大変なんですよ、筋肉が。いや、これすごい試合だな、ほんとでも。1分半です。エキストラランド1分半です。再延長もあります。もうね、次で決めましょう、判定で。なんてこと言ったら。延長ラウンド。試合したいと思いますので、オファーよろしくお願いします。私は最初、ありがとうございます。